松田理沙絵と遊んでおくれよ。ここからはこんなコーナーをお届けします。玩具今昔物語。はい、小さな頃、あまり玩具で遊んでこなかった私松田がですね、このコーナーでそんな昔ながらの玩具たちだったりをですね、試行錯誤しながら遊んでいこうというコーナーでございます。まあ、その昔ながらを遊んだ上で最新版としてリニューアルされたものとかもあったら、それも一緒に遊んでしまおうぜということでございます。ということで今回のお題はペンネームじゃない友の FC さんからいただいて、これ見えるんかな、これね、このままもう見せちゃおうかな。いっててててん、ババン、都道府県ジグソーパズルにチャレンジしていきたいと思います。日本列島って書いてありますね。よっしゃいよっしゃい。これね、松田、本当にもっと簡単なっていうの、これ結構さ、もうみんな見たらわかると思うんだけど、なんだろう、ヒントみたいなのが書いてあるのよ。私まだ見ないようにしとるんやけれど、こういうのがない、もう本当に地図だけをはめ込むやつやってたの昔だから、自信があるわよマジで。本当にもうずっとはめ込んで遊んでたからね、お任せあれでござるわい。はい、ということで、それではよっしゃ。これタイム測られるんですか？これなんだろう、このね、こうはめ込むタイムが測られるということなので、わかりました。じゃあもうどんどんやっていこうと思いますね。それでは都道府県ジグソーパズルスタート。はい、ということで、これね、北海道と沖縄はもう入ってるんですよ。新潟、なんか新潟ってここら辺じゃない？あ、すごい、このパズルのいいところはなんとなく形がわかるところですよね。あ、どうしよう、青森はな、この尖ってるところなんやで。青森、秋田に、山、あれ、なんだっけ、忘れたな。あ、これ秋田やろ。で、ここら辺になんか、岩手的なサムシングが入る気がする。入らへん？あ、おっしゃ。岩手やろ？ちょっと待って、これタイムアタックしてると思えへんスピードなんやけど。高知もう飛ぶよ。高知と、待って、愛媛。分からへん。愛媛県は、よ、こっちか。うわ、やべ、思ってた方と違う。じゃあ、ここは、あれ高知は下やわ。あれ、何やったっけ。ちょっと待って、待って。大阪府、大阪府ちっちゃい。大阪府はね、もうね、わかりますから、ここにね、ちゃんと打ち込んでおきましょうね。やっぱ、自分の出身地の近くから埋めていった方が早いんかな、もしかして、これ。京都、大阪の上やろ。大阪の、こうか、びっくりしたわ。じゃあそれの下が和歌山や。和歌山県さん、ここが和歌山県ってことは、ここが、滋賀、あ、ちょ、琵琶湖って書いてある。カンニングしちゃった。琵琶湖あるよ。だから滋賀県。これもうね、探すのが佐賀県、これは。滋賀県はどこ？あった。よし、琵琶湖って書いてあったね。よかったね。よし、ということは、なんか三重とかそこら辺がここら辺に来るんですよ。そうよ、覚えているわ。あ、わからへん。ちょっと千葉見つけたから、この、あれ？違う。千葉なんかここら辺じゃなかった？あ、違うわ。千葉もう一回、ちょっと一回離脱や。待って。あれ、どうしよう。三重県おったで。あ、やっぱ三重県隣じゃないか。ってことは、ここになんか入るんやな。隣やな。ちょっと、名前見てたらわかる気がする。名前見たらわかるよ、絶対。あれ？何やったっけ、隣県。え、大阪の隣やろ？大阪の隣、関西人、大阪の隣って何やったっけ？やば、あ、待って、これちゃうか？奈良県ちゃう？入ったわ。よかった、危ねえ。鹿に会いに行ったわ、忘れとったわ。よし、じゃあ、多分ここが兵庫よ。あれ違う？入る？あ、あった。西宮のね、なんか、三宮か。あ、西宮ってどこ？三宮？あれ？三宮や。
あ、どっちも兵庫です。どっちも兵庫。アニメイトに行った記憶がありますね、学校でね。よしよしよし、三宮ですかね。すいません、記憶がなくなりました。あー、なるほど。あ、待って、山口県は一番端やろ？それは覚えてんねん。でも、ここら辺から怪しなってくるよ。ここら辺から怪しなってくる。鳥取県、鳥取県とね、島根県の問題が出てきますから。ちょい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 。鳥取県。島根県がどっちか分かんなくなるんですよね、確かね。あれ違う気がしてきた。島根じゃないわ、鳥取県。あれ待って、嘘やろ、そんなことある？ちょっと待って、あれ待って待って、結構序盤よ、なんか分からへん。広島はなんかここら辺に入れとこう一回な。ちょっとあれ、あ、ちょっと待って、岡山もここら辺ちゃうかったか。中部地方やったぞ、岡山。あれ中部はこっちの方やな。中国地方や。待って待って、ほんま待って、あれ岡山ちょっと形入らへんかな、どっかに。あ、入った、やったー。ちょっと待って、あ、ってことは広島がここや。え、ってことはさ、島根とか鳥取どこ行った。あ、え、あ、とかさ、ここら辺にぶち込めるんちゃうん。入った。え、ってことは、そう、私なんか島根と鳥取で広島と岡山挟んでる気持ちでいた。ちょっと思ってたのと違うな、難しいね。よし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 、徳島、あ、徳島ってもしやあの町遊びの町やってことはここら辺やない？あ、やっぱそうやんな。私今ここにあと一つのパーツが入る気がしてたけど、ここ4つありますよね、県。ってことは、ってことは、あ、あ、5分経過。やばい。なんか愛が入ってたよ。あ、あ、それ愛媛や。え、ってことは、ここ、あれ、高知、徳島。え、うどん県ですよね。ここにうどん県入るんか。私今、うどん県、徳島とかやと思ってた。記憶なくなってた。あれ、え、うどん県、要潤さんのね、あれですよね。あ、絶対違うわ。待って。え、このサイズが入るやつ。このサイズちっちゃめ、あ、おった、なんか肝臓みたいな形してる。はい、香川県か、うどん県。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。待って、石川県縦長やから多分入れれるところ限られてんねん。ここちゃうか。入りました。入りましたよ。福島、山形、宮城は仙台言うてたから、福島ここら辺やと思っております。あ、ちゃうわ。ここや。ってことは、ここにあと2軒ぐらい入るんちゃう？ここに2軒ぐらい入ると思うよ。山形。え、なんて言ってた？岩手。で、福島、山形、宮城は仙台ってことは、山形と宮城、山形、山形、ここ入りそう、あ、入ったわ。ということは、ここじゃない。え、あ、宮崎や、これ。宮城よ。茨城こっちの方やったな。あ、宮城県おった。やっぱりそうや。ここや。で、茨城がここや。茨城県ですね。茨城市ですね。え、ということは、群馬。あれ、栃木どこ行った？群馬と栃木は近いのよ。で、あ、群馬と栃木は近い。あれ？入りそう。入った！ということは？入った！あ、お隣さんやったんか？群馬と栃木。なるほど。それはよく分かってなかったな。じゃあ、神奈川、ちょっと関東の方、フライアウェイ。関東の方、ちょっと攻めていこうよ。埼玉と東京ってどっちが上や。あ、くっついた。ここら辺入れとこう。で、神奈川は一番端なはずやから、あれ？一番端じゃない？入らへんわ。え、一番端じゃない？あれ、ここら辺入った。え、入っちゃった。え、埼玉と東京どこに入れんの？あ、え、
ここら辺、あ、違うわ。どうしよう、分からへん。じゃあ、待って。福井は上の方やったな。ここら辺ちゃうか。ほら。いいよ。もっと群馬とか栃木とかこっちの方にあると思ってた。ちょっと待って。長野県、九郎ヶ岳やん、クーガの。ということは、こっちの方なんちゃう？ちょっと、適当に。埼玉と東京が邪魔。すいません。ちょっと入れるところ間違えていたみたいです。あ、長野入りそう。入ったわ。よし。いいぞ。ちょっとね、この富山県っていうのかな。九州やったような気がするんだよな。ちょっと九州やったっぽい記憶があるやつ集めとこう。岐阜県、君は結構ここら辺なんじゃないの？あ、合ってるよ。よし。相変わらず千葉の、あ、入ったわ。入ったってことは、ここら辺東京じゃない？これちょっと、入ったわ。やっぱり、東京ディズニーランドは千葉って言ってたもん。気づいたら、国境を越えているんや。国境ちゃうわ。よし。で、熊本は九州な気がする。で、静岡、愛知、大分、長崎は絶対九州。ってことは、愛知は関西圏やったと思うね。ほら、やっぱ近い。ほら、近いよ。愛知って名古屋のところでしょ？そうですよね。中部ですね。あ、そしたらほら見えてきた、この金魚。金魚の形。ってことは、ここにしか入らへんのちゃう？おーし、あ、君、山梨はそういうところにいたのね。よし、いいわよ。ということは、長崎県は結構橋だったんですよ。ほら、行ったことあるところやからな。で、佐賀は端っこやった気がする。気のせいです。待って。鹿児島も結構下の方、ほら。よし。で、あ、10分も経過している。この子は多分ね、ほら、宮崎県は端の方、でっかいからな。福岡は上の方やってん。福岡と大分は上の方やったと思ってる。福岡と大分は上の方やったと思っているけど、大分、入った。ってことは、ここじゃない？ほら。ということは、佐賀県こんなに端やった？もっとこっち側やと思ってた。待って、なるほど。熊本ってそっか、ここやったんか。ってことは、富山県は、ここか。やべ、富山県九州やと思ってたな。1,2,3,4,5,6,7 ということで、そうなの、九州って9個ないんだよね。終わりました。あれ？終わりました。よかった。いや、このコーナー全体で13分って聞いてたんですけれども、今松田何分かかりました？11分。あと2分しかコーナーなかったよ。危ねえ。なんと。はい。ということで、埋められました。なるほどな。いや、やっぱ、一回やったことあるって強いですね。うん、すごい。あと、パズルだから、こう、形がわかるって大きいね。はい。よっしゃ。ということで、実はですね、こちら、今昔物語ということなんですが、今回、現代版がある！ということで、あら、これどうします？あと2分で全部片付けなきゃいけないってことですか？いける？あら、ちょっと、あ、どうしよう。こういうほら、近代のやつわからないよね。パスワードがわからないもんな。どうやってログインしたらいいんだろう。はい、ということで、よっしゃ、じゃあね、ちょっと、この後、遊んで学べる日本地図パズルという現代版に、挑戦いたします。それではちょっとデジタルな方やっていくんだけど、さっきめちゃ喋りながらやったから配置覚えてない、やばい。よし、行くぞ。遊んで学べる日本地図パズルチャレンジスタート。うわ、待って、あ、こういうこと？待って、操作がわからん。あ、そういうことか。ここやな、青森県。はい。で、待って、待って、静岡はここ覚えた。で、新潟はここで、分からへんから、鹿児島県は一番下で、熊本はその上、覚えた。で、待って、沖縄県、はい
そう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 。さっきね、北海道とね、沖縄を入れてくださってたんですよね。もうそれぐらいはわかるんやけどな。あ、待って、飛び出してるからこれ石川県。で、待って。大分？あ、出たな。九州やと思ったやつ。で、ちょっと待って。宮城県？あ、端っこや。宮城県は、あ、やべえ、わからん。わ、ここらへんや！よし。で、よし。あ、香川県出た！うどん県！ということは、これ上や。ちゃうか？なんかここらへんやったんちゃうか？よし、オッケー。で、。あ、佐賀県は思ったよりも端やってん。この長崎の隣みたいなところ。どう入れんねや。あれ？ここら辺？あ、よし。で、大阪入れます。で、和歌山、明日の下。で、やばー、島根と鳥取、またわからんなってるよ、私。はい。あ、千葉。はい。ということは、その隣に、東京特許許可局。あ、東京さんが、ここら辺にくっつく。で、埼玉県さんが、その上や。で、ということは、その上ぐらいに群馬が来るんやろ？群馬やろ？あれ？群馬。はい。ここ！よしよしや。ということは、隣が栃木や。栃木さん！栃木さん。で、ということは、その、あれ？群馬さんの隣、長野さん？長野さんやった気がする。長野さん。来た！よしいいぞ。ということは、最後まで忘れてた富山さんがここに入ってたんですよね。そうだよね。で、鳥取県とわかんないな。あ、待って、大きいやつ見つけた。山形は、こっちじゃない。ということは、どっち？山形。あー、こっち！なるほど。ってことは、秋田と岩手や。秋田と岩手探すまん。岩手いたまん。こっちやろ。ほら、な。ってことは、秋田がこっちやな。いいぞ。いいペースじゃわーい。あ、高知県さんは下。はい。ということは、その上に徳島さん。で、なんか愛媛。ほら。せや。ということは、あ、待って、大阪の隣が、そうや、あー、誰やったっけ？あれ？あ、待って、大阪の上が京都さん。で、あれ？待って、滋賀が、この湖のところやろ？滋賀どこ？あ、いた。ほら、ぴったんこカンカン。ということは、三重。あ、そうや。隣奈良やで。で、その隣が三重や。三重さん。よいしょ。ということは、ギリギリ中部地方という、愛知が、ここ。オッケー。あれ、で、福井県。福井県が近かったんやな。よく旅行に行っておりましたわい。はい。ということは、岐阜県でなんか埋まりそうじゃない？埋まりました！そうでした。岐阜以外にもなんかあったかなと思ったら気のせいでしたね。ということは、あれ、どこに山口県って何やった待って、長崎はちょっとね、端っこの方なんでね、入れておきましょう。で、ここはね、宮がつくやつや。宮崎や。これや。で、福岡やで、ここな。よし。で、ここが、一番端が、あれ一番、さっきパッといけた。あ、もしや、山口が一番端や。そうや。ってことは、岡山県、うわ、わかんない。広島、ここじゃないわ、ここやわ。こっちかな。あれ、こっちかな。広島がこれ、5分経過しています。ってことは、広島の隣が岡山や。よしよし、オッケー、合ってた。ってことは、兵庫県や。兵庫県。
兵庫県、兵庫県さんが隣や。で、上に島根と、鳥取が。でも鳥取、あ、そっか、逆に思った。鳥取が右、島根県の方が遠い。OK。よく覚えてる方が近くな、大阪に。っていうことは、山、あ、茨城こっち、茨城こっちよ。あ、福島、山形、宮城は仙台や。ってことは、え、あれ神奈川が結構下の方やったよな。なるほど。え、ってことは山梨さん、ここコンプリー終わりました。終わる。6分7秒。さっきが11秒ぐらいでした。さっきそうでしたね。半分ぐらいになりました。お疲れ様でーす。いや、やっぱこう記憶を取り戻してると全然タイムが違いますね。これ上の方にさっき出ていたですね、なんか1分51みたいななんか秒数があるんですけど、それが財団 A の方の記録だったということなので、どういうやり方をしたのかちょっと後から聞こうと思います。はい、ということで、まあまあまあ、いや、いい成果だったんじゃないですか。ちゃんとね、知らない県とかは出てこなかったですからね。はい、ということで、本日は都道府県ジグソーパズルで遊んでみました。以上、玩具こんにゃく物語でした。松田理沙へと遊んでおくれよ。